おはようございます。任天堂 DS 版花より団子恋せよ乙女、パート8回目でございますと。今日はこれ何これメールしとくか。西門さんとそういえばメールをうまいことねできるようになった。あ、違う、前回やったんか。やって終了っていう感じかな。寝る。投稿久しぶりやからな。おはようございます。失礼しました。おはようございます、トムさん。お、来たな、うるせえのが。つか、今日暑くねえか。暑いですよね、気温もっと上がるらしいですよ。マジかよ、だりーな。ちょっとこれ恥ずかしくなりそうやな、後でこう見返したりするかね。じゃあ、西門さんの元へ行きましょう。あ、西門さん。よ、今ちょうど会いたいと思った。俺になんか用事か。つくし。たまたま通りがかったら姿が見えたんで、それじゃあ私教室戻りますね。いいじゃん、少し話でもしてけよ。次の授業までまだ時間あるだろ。そんなに急いで戻ることないって。それじゃあもうちょっとここにいます。お、お前って面白いからさ、結構話すの楽しみにしてんだよな俺。終わり。機嫌の良さそうな西川さんと授業開始ギリギリまでお話しした。おお、いいね。うん、今日も学校終わった。ちょっと遅くなっちゃったな。お前。おい、お前。あれ、トーブンさん。だけやっと出てきやがったぜ。待ってたんですか。いでどうしたんです。どうもしねえけど、今日一緒に帰らねえか。もしかしてそのためだけに今まで学校残ってたんですか。あ、悪いか。どうなんだ、一緒に帰るのか帰らないのか。一緒に帰る。どうでしょう。一緒に帰ります。そんなに喜ばなくても。別に喜んでねえよ。じゃあ迷って送ってっから車乗れよ。次にどっか寄ってこうぜ。はい。ほら、何ぼさっとしてんだよ、行くぜ。はい。失礼しました。この後道明寺家のでっかい車に乗って高そうな店でお茶してから帰った。道明寺さんの評価も上がりつつありますが、これはなかなかいい感じなんやろか。どうなるね。ほれ、今どうしてます。今どうしてます。返事来るかな。ででん。いや、まだ外でさ、これから帰るんだ。おお、ちょっとこれまでいないパターンやね。俺のセレブ度も少しずつ上がってきてるような、上がってきてないような。投稿。おはよう。おはよう、かずやくん。つしちゃん、元気だね。いいな。かずやくんの方が元気だよ。どうしよう。廊下、みまさかさん。ああ、みまさかさんが電話中みたい。だから今は学校なの。学校が終わったらすぐに飛んでいくからね。いい子で待ってて。年上の彼女にいい子で待ってて。うわあ、はあ、やっと学校終わった。ね、ちょっといい？誰かしら。つくし。ああ、つくしちゃん、来た来た。ヤッホー、お疲れ。つくし。はあ、つくし、待っててくれたの？うん、一緒に帰れないかなって思って。今日なんか用事とかある？一緒に帰らない？一緒に帰る。うん、帰る。なんか嬉しいな。つくしが待っててくれて。どういたしまして。私もつくしと帰りたかったんだよね。今日はバイトが休みで暇でさ。よし、今日はいろいろ行っちゃおう。賛成。この後私たちは可愛い雑貨屋や CD 屋さんを見に行った。ゲート区に至らずまずできない。今時の女の子を体験できた。つくしとの恋愛ルートもあんのやろか。なんかあるかもしれない。毎日欠かさずね、こまめにメールしていこう。西門さん、今回は西門さん狙っていこう。最近どうですか？
帰ってくかな。帰ってきたね。いや、元気にしてるよ。いや、そういう話ではなくて。でもそういう話なのか。もう7月か。これちなみに何月まであるんだろう。3月までかな。おはよう。おはよう。おはよう、美しい。天気予報見た？今日すごい暑いらしいよ。え、ほんと？やだな。ちょっと失礼しました。おお、にぎやかなのが来たね。おお、にぎやかなのが来たね。あ、西川さん、どうも。何してたんですか？いや、なんでもないよ。これからデートプランを考えてただけ。はあ、俺は失礼するよ。誰とのデートやろう。もしかして足かな。でん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 、ちょっといい？来た来た。え、来た来た。ヤッホー、お疲れ、つくし。あ、つくし、待っててくれたの？うん。一緒に帰れないかなって思って。今日なんか用事とかある？一緒に帰らない？あれ？またか。もうそしたらバイトとかできひんのか。まあまあまあ、いいでしょう。好感度上がるとどうなるんやろ。やっぱつくしルートもあんのかな。そろそろデートのお誘いした方がいいんちゃう？木曜日。金曜の方がいいんかもしれんけどね。もう一番下って俺覚えてるからな。休日どこかに出かけませんか？どうでしょう？二人でってこと?別に構わないよ。7月12なら空いてるから。土曜日！いいね。じゃあどうしよう。どうしようか。12がデートの日なんで、好感度ガンガン上げる。なんか撫でるとか叩くとかいろんなボタンがあったよね。新しい子。百戦錬磨。おはよう。おはよう。おはよう、かずやくん。つしちゃん、元気だね。いいな。かずやくんの方が元気だよ。ちょっと屋上で。ああ、西川さん。いいよ。今ちょうど会いたいと思ってた。今ちょうど会いたいと思ってた。俺になんか用事か、つくし。いえ、たまたま通りがかったら姿が見えたんで。それじゃあ。それじゃあ私、教室戻りますね。もう行っちゃうわけ？いいじゃん。少し話でもしておけよ。ちょっと違うな。うん、じゃあ、まあ、スキップします。これはスキップ。機嫌なさそうな西川さんたち、業界式的にまで話した。いや、どんどんハート溜まっていくよね。これは、え？大丈夫？あ、ちょうどいいとこに来たな。誰だ？おう、西門さん。学校帰り、ちょうど、タイミングいいね。じゃあ一緒に帰りましょう。はい。大丈夫です。みんな帰っちゃったのか。何か企んでいる。あ、これマジ。庶民的な場所に連れて行ってくれた。これハート増えたか今。増えてきたちゃう？大丈夫か？デート、楽しみだな。ちょ、これ、最近どうですか？あれかな、好感度が上がると、内容も、返事の内容もね、豊かな感じになる。いや、元気にして。これいらんな。デートに出かけませんかっていうだけ、休日どっか出かけませんかだけでいいかもしれんね、もしかしたら。今週は特に何もできてないな。バイトとかさ。さあ、手作り弁当の時間です。前回炊き込みご飯、和食な感じで攻めた気がするんで、今回は、ちょっと。用でいこう。いや、あ、ん、お、ん、あ。おにぎりにします。俺が作ってきてもらったら嬉しい。ああ、筑前にさ、ちょっと待って、普通にやれば大丈夫。ちょっと怪しいな。アジフライにして、タコさんウインナーはもう定番。はい。もうダブルタコ、あ、いや、もう、ん？結局さ、結局、変わらず
なんよね。ゼリー、チョコ。チョコよりゼリーかな。いや、チョコ、まあまあまあ、これでいこう。はい。でででででん。やったね、大成功。星1。大したことあらへんな。大成功でもなさそうというか。やっぱ、うん、主役にでいこう。ちょっとセレブ度高いからな。デートの前に再チェック。服装とお弁当準備はバッチリ。はい。さあさあさあ、こっから俺のターンや。あ、西川さんもう来てる。おはよう。いや、今日は楽しく行こうぜ。いや、これかっこいい。いや、今日は楽しく行く。これ俺も参考にしよう。その服さ。なかなかいいセンスしてね。これもなかなかいい。もう褒めすぎず、なんか、うん、ちょっと、あ、うん、嬉しいみたいな。これなかなかいいセンスしてるね。ちょっとこれ覚えます。なかなかいいセンスしてるね。なかなかいいセンスしてるね。どうしてほしい？どうしてほしい？どっか行きたいとこでもある？ザッソパーシュ。どうしてほしい？これ今どうなってるのか。どうぞ。どうぞ。いいな、どうぞ。もう垂れて歩く。もう頭。え？何？ちょっとこれ違うな。この髪？家が茶道の家元だし。うん。どうぞ。どうぞ。もう垂れて歩く。これはいいのか？それじゃあ行こっか。いや、でも触れるとこってそんなないよね。目とかかな。目、あ、いえ、うん、あんってや。あっち見に行ってみようか。ん？どうした？女の子たちからすごい注目浴びてるなと思って。まあ、いつものことだから。嫌な感じではないよね。デデン。さすがで、私が恥ずかしい。ちょっと可愛いよね、これ。お前って変なとこで弱気だよな。自分じゃ釣り合わないかもとか、そんな心配してるでしょ。そういうとこも嫌いじゃないけど、堂々としてなさいって。今日俺といるのはお前なんだ。いいな、今日俺といるのはお前なんだから。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 OK、思いました。もうこんな時間か。お腹空いたよね。うん、お弁当作ってきたよ。いいね。天気いいし、外で食べるのも悪くないかな。公園に行って食べよう。進むねー。はい、どうぞ、お弁当。それじゃあ、いただくよ。それじゃあ、いただくよ。おにぎりだねー。おにぎりだね。うまい。おお、うまい。白身魚フライだね。いいね。あとはタコさんウインナーだね。これ誰やるな。誰の真似やろ。いいね。失礼しました。重ねの失礼よ。もうほうれん草ベーコン、ふーん、お、うまい、おお、うまい。失礼しました。こっちは何かな。ゼリーか。うまい。ゼリーも手作りなのかな、これ。ん、これで全部だね。すごくうまかった。ありがとう。また次も期待していい？これ、あー、すごくうまかった。まずお弁当の感想ね。お弁当美味しかったと。すごくつけような。すごくうまかったじゃない。うん。また次も期待していいですかっていうね。こう次のデートに匂わせると、次もよろしくお願いしますと。また次も期待していい。
また次も期待していい。これはお弁当のクオリティもさることながら、このやっぱりね、一緒に、まあ、お弁当作ってもらってってなんで、次のデートも匂わせると。わあ、いいね。さてと、昼飯も食べたことだし、つくすいは午後はどうしたい？これ、相手に。動物園に行きたい。どうでしょう？なるほどね。じゃあ、つくすいのご希望に応えるとしますか？なるほどな。また次も期待していい？はい。また次も期待していい？はい。怠け者来ますよ。え、怠け者？しょっぱなから濃いな。普通メジャーなものからだろう。まあいいけどさ。また次も期待していい？うまい。マジで怠け者だな。すっごいゆっくり動くな。あんな風に切れたらいいとかそう思わねえ？そう思う。どうでしょう。あ、でも女の子と遊びに行けなくなるからダメだな。まあまあの反応かな。ここでタッチタイム。さあ、まずは胸元。ちょっと失礼しました。あんまりつくない。落ち着かねえだろう。大胆だな。お前から腕組んでくるなんて。これドームさん見たらこれもう大丈夫かな。肩。どうしたの？何？どうしたの？失敗。次は顔あたり。妖精よ。何してんのお前は。ごめん。参ったな。くそー、ちょっと早かったか。じゃあもう一回逆脇もこする。大胆だな。どうしたらいいの。最後の選択肢、首。何？どうした？はあ、違った。少し疲れたか。よせよ。よ、まいったな。この俺がまた会いたいと思うなんて。これ、まいったな。この俺がまた会いたいと思うなんて。これもね、使っていこう。この俺が、鼻水が。この俺がまた会いたいと思うなんてね。また次も期待していい？うまい。ドーン、ドーン、ドーン。あー、今日のデートはすごく良かった。早速お礼のメールをします。これはもうした方がいい。すぐした方がいい。もう家に着く前。教室の明日も出かけるの。ちょっとやってみよう。狂ってるよね。狂ってはないか。愛の産物かな。明日悪いけど遊びの予定でいっぱいなんだよね。じゃあそれな。ちょっとやっぱり木金あたりに誘うのがよろしいんとちゃうのかっていうふうに思ったり思わなかったり。お金貯めようか。アルバイトしよう。いい服も買いたいしさ、おしゃれだね。本屋さんじゃなくて団子屋さん。つくしもいるからね。いらっしゃい。くれたんだ。うん、来たよ。助かる。お客さんが多くて大変だったんだ。はいはいはい。そんなに団子屋さんってやっぱりあれやな。確か前も言った通り、お金はあれか。まあメールはいいや。木金でいいや。木金ね。あれ7月の最終週あたり。あ、夏休みか。1学期最後の1週間が始まる。夏休みの計画を立てなきゃ。この夏休みって普通なら進路を考える時期。でも英徳は大学があるから真面目に勉強していれば安心。英徳に来て本当よかった。英徳はあれかな。あれ賢いのは賢いんかな。どうなの。ちょうどいいとこにいたな。お前、お、三坂さん、ルイが帰ってきたぜ。本当ですか？ああ。でもどうして。
さあね、本人に聞いてみれば。はい。それじゃな。それじゃな。それじゃな。花沢さん帰ってきたんだ。でもどうして急に帰ってきたんだろう。ラウンジに来てるのかな。行ってみよう。でんでれんでんでんでれでてれでてれ。本当だ、花沢さんがいる。来た。あ、来た。ただいま。久しぶり。帰りなさい。おし、久々に F4 が揃ったつうことで、放課後肌に遊びに行こうさ。俺いい店だ。失礼しました。俺いい店見つけたから予約入れておく。宗次郎のいい店って女がメインなんじゃねえのかよ。当然それ以外に何を期待するのさ。西門さん、それでいいのか。いいじゃん、つかさ、面白そうだし。ええ、花沢さんが西門化してる。ルイ、パリ。ルイ、パリってノリが良くなったな。そう、じゃあ、そう、普通でしょ。お前パリで変な修行してきたんじゃねえの。してないよ、俺普通だよ。はぁ、はいはい、ははい、ははい、はい。花沢さんなんか別人みたい。あれ？これは夏休み何かあるかもしれんな。花沢さんが上司と楽しそうにしてる。まるで西門さん、花沢さんじゃないみたい。何？牧野もこっちおいでよ。失礼しました。あ、いいえ、いいです。花沢さん、ちょっと待てよ。ちょうどいいとこに来たな。お、西門、今帰り。いやー、どうしようか。行くしかねえよな。でも一緒に、これバイトできねえな。ダダンダダンダダン。まあ、話す内容っていうのはまあ同じなんで、ただ花沢、いやいやいや、西門さんに誘われたらとりあえず、まあ、行くっきゃねえよな。ハート貯めないといけない。ハートキャッチプリキュアなんで、あー、どうしたもんかな。毎日メールするのもしかしたら誰んかもしれんなとか。まあ俺は別に毎日、いや、最近どうですか。これを毎日聞かれるのはなかなかまあハードかもしれんな。ちょっとまあ男性なんで よくわかってると。おはよう。これスキップでいいや。いいのか。お、ここに女の子。こんにちは、先輩。は、こんにちは、先輩。珍しいね、桜子がこんなところにいるなんて。ちょっと外のちょっと外の空気を吸いに来たんですよ。そうなの。じゃあ私はこれで。さようなら。先輩、さようなら。さようなら。見て もう見せようともしてへんぐらいの。今日も学校終わった。さて今日はどうしようかな。今日は誘いがないみたいなんで、アルバイトしよう。モール、え、ちょっと待った。モール、あ、本屋って本買うと買うよね。モールだってそうやな。こっちか。ファストデパーツバイ。あ、違う、間違えた。モール、どうすりゃいい？何を買えばいい？これ可愛いんかな？お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございます。なんかこれ良くないかな。お買い上げありがとうございます。でも白、どうなんでしょう、どうなんでしょうか。で、まぁ、17の木あたりにデート誘ってみようかなっていうふうに思うんですが、いかがでしょう。あ、服装ちょっと。あ、花沢さん。あ、声がおかしいな。可愛い声が出へんな。可愛くはないんやけど。あ、花沢さん。何？おはようございます。あ、おはよう。ね、足りないって顔だ。
どうしたもんかな。西門さんとか行きますか。行きません。教室に行きます。今日はね、ちょっといい。いいですよ。つくし、花沢類に会った。違う、こっちはつくしや。つくし、花沢類に会った。うん、なんか軽くなったと思わない。おもおも、パリで何かあったのかな。静香さんに振られたとか。まさか。あら、あ、ちょうどいいとこに来たな。この声は西門さん。いいでしょう、一緒に帰りましょう。増えてんのか。どうすっかな。おはようございます、今坂さん。あれ？あれ？お？あれ？よう。わ、汗出てますよ。もうマジ暑くてた。もう。私も参りそうです。失礼しました。じゃあ次は桜子はなんかあれなんだ、ちょろちょろしたね。相変わらず貧乏くせえ面してんな。うるせえ、またな、おめえ。ダビルさん、このやついるのに何してるんですか。ここ、天然日焼けサロンだぜ。セレブとは思えない発言。そうだよね、確かに。こっちの、ジョークだ。バカ。今日新しい自家用ジェットがこのジョークを飛ぶっつーから見てたんだよ。自家用ジェットですか。さすがドーミの時代罰。ドビルさん、夏休みどんな風に過ごすんですか。あちこちに別荘があるから別荘巡りつうか地球横断だな。地球横断ってことは世界中に別荘があるんですか。ああ、ルイも帰ってきたし夏休みは楽しくなりそうだぜ。あの、花沢さんでなんか変わりましたよね。そうか、久しぶりの日本で拝見者になってるだけじゃねえの。そうなのかな。おいおい、お前、あれ、ドビルさん。しょうがねえ、か、いや、ちょ、待ってくれ。ああ、帰るか。でも、バイトが、出ねえんだ。まあ、いっか。この、微妙な好感度を得るためだけに、俺は、一日を潰してしまったというか、なんと言いますか。まあまあまあ、そう。休日どこかに出かけませんか。どうでしょう。悪いけど遊びね。あれあれ、残念、断られちゃった。また誘おう。マジか。でも、ね、やっぱりここの夏休みなんかイベントあるんやろうね。だからと考えると、どうでしょうか。はい、ここ。コンコンコン。おはよう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 。つくしはサマースクール行くな。サマースクールってなんだっけ。やだ、掲示板見てないの。あ、じゃあ、うん。参加費50万円で行き先はハワイだって。ハワイ？参加費50万、つくし行くの。行かないよね。っていうか行けないのよ。私も無理かな。それじゃあ一緒に熱海行かない。僕ん家の別荘があった。ええやつやな、青池。青池やったかな。青池やったかな。青池。カズヤにしよう、カズヤ。また、無理してハワイに行っても浅いさにいられそうだし、つくしたちと熱海行こうが楽しそうだよね。ん？なんか、19、22、マークついてんね。なんやろ。西門さんとこ行っか。おう、なに？ここは。ハワイ行くとき、じゃあ、ハワイ行くとき一緒に行かない？私、ハワイ行かないんです。熱海の和也くんの別荘に少しと一緒に行く約束だから。熱海ね。ハワイは来たし、やっ、おんまー。ハワイは来た、これだからさ。
そうか、みんな熱海に来てくれんのか。そんじゃ俺もう行くわ。そんじゃ俺もう行くわ。行くわ。失礼しました。ハワイに行きたくないって言ったら嘘になるけど、行き先より誰と行くかの方が重要だよね。モール働きます。あれあれ、金もねえのに、どうする。あれ、バイト先って何か所かあった気するんやけど、違うんかな。寝るわ。よくわからんの で雑草パワーもないし、ちょっと休んだ方がいいな。熱海旅行か。ちょっとこれをコーディネートして、ちょっと、こっちの方がいい感じなの。わからんな、やっぱり。おしゃれっていうのがさ。どうでしょう。ちょ、セレブに磨きがかかってきてるんやが、寿司は、おめえは、セレブじゃねえ方がいいよ。みたいな言われんのかな。いや、つくしのこのラフな感じがいいよな。それありあり。ありありよ。うん。おお。ああ。ねえ、あれ。なんで、どうして、ドラムさんここに。ハワイ行ったんじゃないの。なんか嬉しいな。そんなこと言ってる場合じゃない。カズやええやつやな、なんか。絶対道明寺の仕業だってば。絶対道明寺だって。ウシちゃんが怒った。失礼しました。絶対道明寺なんか企んでるよ。絶対道明寺なんか企んでるよ。だよね。だよね。私もそう思う。二人とも心配しすぎだよ。二人とも心配しすぎ。ちょっと。人気の観光スポットなんだから。カズヤ、お前は。カズヤ、お前はなんか純粋な、純粋実直に育ってるね。高校生、いい高校生や。よ。よ。相変わらず貧乏くせえ面してんな。へへ。なんなの？ F4 だけじゃなくて浅井たちもいるじゃない。さくらこも他にも A 徳の生徒がいっぱい。やだ。なんで牧野さんがいるのよ。それはこっちのセリフよ。ハワイはどうしたのよ。よ、ハワイなんて何十回も行ったとこ今更行くかよ。今のトレンドは若者の行かねえ温泉地と決まってんだ。そんなトレンド聞いたことないけど。今から船上パーティーすっからお前らも来いよ。船上パーティー楽しそう。司の次回を、違う、司の次回をクルーザーは超快適だよ。次回をクルーザー、道明寺財閥ってほんとすごい。道明寺さん、どうしてこの人たちを誘うんですか。そうですよ、ドレスだって持ってないだろうし。ドレスくらい準備してあるよな。お、俺のクルーザーにはないものはない。ないものはない。なんかムカつく。たくさん人が、たくさんってこんな感じ、こんな感じか。たくさん、沢山と書いてたくさん。たくさん人がいた方が盛り上がるし、おいでよ。先輩、桜子も待ってます。つくし、どうする。どうしよう。行こうよ、行こうよ、楽しそうじゃない。そうだね、行こっか。うん、二人がそう言うなら。いいよ。俺、着付け得意だから手伝ってあげるよ。俺んちは佐渡の家元だからね。ほら、佐渡は着物着るから、いつもお弟子さんの着付けとか手伝ってあげるんだ。特に美人は寝入りね。鼻水だわ。ああ、でもこれドレスだし。ドレス着たことないんでしょ。俺に任せなさい。いいです。いいです。自分でできます。だから部屋から出てて、出ててください。
西門さんはなぁ、それもしっかりしてんなぁ、軽いけど優しい人。そう、その通り、寿司ちゃんもよく見えてる。西門さんって軽い、あれ関西弁。西門さんって軽いけど、本当に優しい人なんだ。西門さんって軽いけど、本当に優しい人なんや。人なんや。うん、よくわかんない。ドレスを着てメイクをしたらまるで別人みたい。鏡を見ても自分だって思えないような変わりよう。被害はありましたけど。お前ら二人とも可愛いじゃん。すげえじゃん、別人見てだぜ。俺は磨けば光ると思ってたよ。先輩たち綺麗です。つっちゃんもゴージャス。すごいすごい綺麗だよ。ありがとう。和也くんもなんか決まってんな。バシッと。和也くん持ってたんか。あ、いや借りてんのか、俺もしかして。なんだか嬉しいような、照れるような。え？何言ってね？やばー、枕。これから1分間のスペシャルイベントです。暗闇でドッキリキスタイム50にキス。50にキスを楽しんでください。おー、すごいな。キスタイムうち冗談でしょ？そんなの聞いてないって。うわぁ。尽くした。つくしとはぐれちゃってる。どこにいるの？はあ。嘘、まあ、誰かとキスしちゃった。あれお前だったんだ。これあれ、これ男同士もあるし女同士もありそうやな。嘘、私西川さんとキスしちゃったの？俺の部屋来る？あら、やだ。行きません。今度は二人きりでどう？これはあの合コンとかさ、そういうとこに行った時に。それでは1分間のキスタイムです。あ、今度は二人きりでどう？これで行こう。はい。今のは実況です。からかうと楽しいから、ついにね。いや、西川さん大人やわ。もう勝手にしてください。それじゃ、じゃあね。必須でハート2つか。メールとそんな変わらんのかいな。遊び人の西門さんとキスしちゃった。この展開は避けられへんのかな。もうなんでキスタイムなんてあるわけ。事故でキスしちゃったなんて最悪だってば。恥ずかしすぎてしばらく F4 の顔見られないよ。明日朝一で帰らなきゃ。まあ、お金なくてもね、全然行けたんでよかったけど。おはよう。はい、時間がいいくらいなんで今日はこの辺でよろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。次このまま続けていきたい。9回目、次9回目になるのかな。じゃあまた。